ジックカワープを調理するウイグル人ウイグル料理は、新疆ウイグル自治区を中心に生活するウイグル人の民族料理である。ウイグルの食文化は、オアシスの濃厚と牧畜、及びトゥルク系民族の歴史が基盤になっている。特に地理的にも隣接するウズベク人やカザフ人と共通した料理が多い。また、食材、調味料、調理法などに、 海賊や漢族からの影響も見ることができる。ウイグル料理は、精神料理であり、必ずハラールの食材を用いる。その意味で、中国料理の地域区分として、漢族やシベ族などのムスリムでない民族を含め、27にも及ぶ、他民族の料理を内包する新疆料理とは、正確には異なる概念である。しかし、新疆ウイグル自治区の人口、また、 ウイグル料理の名称のいくつかは、漢語やペルシア語と共通し、あるいはそれらを語源としているが、必ずしも料理の発祥などの歴史を正確に示すものではない。また、語源が同じ言葉を使っていても、漢族の料理とは、素材や風味が異なることも多い。ウイグル人の喫食は、一度にまとまった量を食べる、食事のま膜と、紅茶を中心になんや、果物、ナッツなどを軽く食べる。 喫茶の茶イに大別される。主食は小麦と米でトウモロコシなども補助的に食べる。肉類は洋肉が主に食され牛肉や鶏肉もよく用いられる。地方によっては鹿肉や鳩などの野鳥も食用にされる。野菜も豊富に用いる。トマト、ニンジン、玉ねぎ、大根、ナス、カッコウアザミなどがよく使われる。香辛料としては唐辛子、 区民が多用され、生姜、ファーチュー、フェンネル、カルダモンなども用いる。同じトゥルク系民族であるトルコのトルコ料理と比べると味付けや調理法で類似点もあるが、トルコ料理のように魚介類をも多用することはなく、トルコよりも限られた種類の野菜や果物を工夫して用いるなどの違いもある。ウイグル人は独自の経験的知識の積み重ねなどから得た。 ウイグル医学という体系を持っており、これに基づいて健康維持をするために良いと考えて食べる一種の薬膳料理も持っている。生薬を茶に加えて飲んだり、一軸などのジャムや各種のナッツをいって作る粉状の食品を積極的にとって栄養の偏りがないようにし、ヨーグルトや季節の果物をよく食べることで長寿を得ている。なお、トゥルク系のムスリムであるウイグルには、 酒の文化もあり、ザクロなどの果物を原材料とした種類も醸造する。しかし、イスラム教のクルアーンで飲酒を禁じているため、禁酒するウイクル人も少なくなく、飲酒にも場所や作法などのマナーが見られる。中力系遊牧民であるウイグルは4世紀頃から中国市場に現れ、東大の745年には、モンゴル高原にウイグル化藩国を建国した。 遊牧民族であるウイグルは家畜を主な食料とし、その父から作る乳製品も重要な食料であった。このような遊牧を基本とした食生活は、モンゴル高原から南下して、甘粛省に移り住んだウイグルの子孫と考えられる、ユグル族にまだ見られる。840年にウイグル加岸国が崩壊すると、大多数のウイグル人は、中央、 アジアや天山山脈北東に同しカラハンアサや天山ウイグル王国を築いた。この両国が数世紀にわたってタリム盆地を2分して支配したため、タリム盆地のトゥルク化は一気に進んでいった。現在の東トルキスタンは南部のタリム川、流域、タン周辺などの地域が肥沃であり、各種の果物が採れたことから徐々に各地に定住するようになり、 中東からもたらされていた小麦のほか、あは、遠藤豆などの栽培をするようになった。6世紀頃の干ばつで一旦廃墟となった宝ン周辺であるが、もともとアオアシスがあって、都市国家が繁栄していた。現在、石臼なども出土しているため、この頃までに小麦栽培が行われていたことが伺える。また、トルファン周辺などでは仏教に帰依する者もいたが、 その場合は精進料理を受け入れたと考えられる。ウイグル人は1060年代にイスラム教を国教として受け入れ、コーランに示された規律に従って飲食を含むすべての生活を行うようになったが、この頃まで小麦粉を主食とし、洋肉や野菜を食べる濃厚主体の生活に移っていた。1074年に完成した965大事典には、 小麦粉で作る各種のパンが13種記載されており、また、水豚、麺類、キビファン、穀物と肉を使った蝶詰めなども食べられていたことが記述からわかっている。タリム盆地はシルクロードが通っている場所であることから、東大以降東から伝えられた、中国の各種食品、調味料、炒め物などの調理法の影響を受けて多様性を持ち、現在のウイグル料理、あるいは、 ウイグル人の食生活の姿になったと考えられる。また、近年は、キルギス共和国など、旧ソ連の一部となっていた地域から、間接的に、ロシアの食品も入ってきている。南ポシカルマンタカワマンタチョチュレサムサゴシナンラグメン、スイカシトルマルヤップマナンポロジクカワープダーパンジー、火山カワープピントザハミセイ、中国国内の中規模以上の都市には、ウイグル料理店があることが多く、 比較的普及度が高いエスニック料理と言える。ウイグル料理店では、店頭の窓口で何の販売もしていることが多く、観族も朝食用などによく買っている。店がない場合でも、屋台で軸カワープを焼いて供する姿は、各地で見ることができ、これだけは食べたことがあるという観族も多い。日本国内では現在、埼玉県埼玉市桜区、東京都新宿区に、 専門店がある。2010年8月10日発売のアウトドア雑誌 BE パルでは豚肉を羊肉の代用として用いた料理がウイグルのラグマンとして紹介されたが、同年10月10日に謝罪記事が掲載された。ありがとうございます。